ファイナルファンタジー7リメイク、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、クラウド死んでたんで一応、回復だけはしときました。これバイオハザードだったら、バーって手伸ばしてくるよね。っていうか、あのロボットがずっと見えてる状態。一番マクロでね、うわ、びっくりした。さっきみたいな大きな機械と戦った?おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えるならなんだ?え?雲。例えなくていい。よし、とりあえずバレた、早えよ。情報通りだ。何が?これで降りるぞ。ん?おう。アイテムとかはなしか。この先はちっとばかし面倒だぜ。今までも結構今さら。チョコボモーグリ、チョコボいつ手に入るんだろうね。プランいい展開。風吹いてるけど、そこスラムの太陽。ここを抜けりゃ5番マゴールだ。思ってたより大変そうね。まあなんとかなるだろう。あれが5番マゴールの柱だ。道順はプラン E の次は FG、H ってな。あれ、E までって言ってなかった。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。H にあるリフトでマコーロの近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。どこ見たらそれがわかるのか。うん、行くぞ。神羅に泡を吹かせてやる。うんっていうとこがあれだね。どんどん変わってきてるね。なっと、さすがにこれはダメか。アイテムとかも買っとくか。なんでもいいんだけど、フェニオちょっと買っとくか。あと武器系統か。これって感じだな。よし、行こう。サクサク行くんだから。よし。お、なんかある。下が丸見えじゃねえか。黙って進め。下見なければ平気だよ。いや、これは怖いでしょ。バレた、止まるなよそこで。扉の先が G か。なんでサキサキ行くんやろ。待ってくれてもいいのにな。こっちは、ここもなんかあるでしょ。あるよね。お、あった。よし、これはポーションかける3。ナイトのスイッチか。ナイトのスイッチか。後々なんかやることあんのかな。よし、とりあえず降りよう。ナイトついてることが。いやでもなんか潜入するときはあれかな。え、もう俺がやれって。いいけど。ダメ?ダメ。電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。
制御室か。行ってみよう。行動が早い。あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえ。まあね、これじゃ点検もできないよね。よいしょ。スカートに頭突っ込んでみる。めっちゃやだ。かろうじて生きてる。動くかな。早っ足。ほい。電力供給が不足しています。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね、4番街の人たち。魔鉱炉をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな。点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔法を消費してるんだね。全エネルギーを魔法でやってるから。こうして見ると大きいね。スイッチははしごの上か。結構高えな。俺が行こう。下で待ってるね。よし、これを下ろしたら OK。 非常用電力の供給を確認。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとう、クラウド。うん、なんか来るんじゃな、なんかいるな、向こうに。あれか、あの虫か。よし、開けといてくれりゃいいのに。なんで全部俺がやるんだよ。これで G までは達成だな。うん、あとは魔鉱炉を見せる。虫が。この眉、頭抱かかえてんぞ、バレット。奴らの巣穴へようこそって感じが。こりゃいらっしゃいませ。どこまで腐ってやがんだこのピザはよ。こういうのとかってさ、事前になんか破壊とかできないのかな。とりあえず倒そう。歓迎してくれるってよ。気を抜くな。どうしよう。やってみな。沈め。どうしようかな。ラピッチ。オッケー、攻めるぞ。どうしようか、ラピッチジェイン。仕上げだ。ブレイバー。悪いな。オッケー。当てる。こんなものか。かっこつけやがって。実際かっこいいからね。どっち行ったらいいんだろう。こことか行ける。ここは渡れないな。渡れないな。進める方へ行くしかないね。いや、まあ当然なんだけど。故障中？こっちも電力不足らしい。ちょうどいいじゃねえか。侵入し放題ってことだろう。なんか飛んでるけど、魚が飛んでるよ。とりあえずこっちか。くせえガスをスラムに垂れ流しやがって。ガスのとこモンスターが集まってる。トンネルの中と一緒だ。死んだと魔法のせいってな。よし、うわ、とりあえず下に行ってみて。ジークが仮装。何も手に入らないか。こっちには敵は上に行けるのと、こっちにも行けるのとって結構いろいろ行けるな。
ああ、そういうこと戻ってみるか。ちょ、いろいろ行けすぎてさ、どこ行ったらいいのか困るな。上層行ってみるか。もう一度確認しない？何を？クソ、こっちがジュンロか。っていうか走れないし、行かなきゃいけないのかこれ。何を確認するって？今どの辺だこれ。私たちの目指すマコーロは H の先。あ、でもここまでは H に繋がってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他に繋がってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。ヤバいもんは全部スラムに垂れ流しよ。でも G の下のさ、あれも倒しといてやりたい。迷ってないです。大丈夫です。お任せください。もう見たよね。知ってます。いや、こっち見てないんで。まだいろいろ行きたいじゃないですか、ティバさん。そんな親切にしないといけないのか、ゲームって。邪魔だよ。こっちだ。ラピスチェック。あ、これって強いんだよね。ラビットシーン。ここで仕掛けるだ。違うだ。バズするし。オッケー。こういう場所はな、迷うわけねえ、信じるねえ。そんな。それ絵本のセリフだね。おう、マリーが気に入っててよ。へぇ、真似してやると喜ぶんだ。人生は終わりのない迷路だぜ、でしょ。私も覚えちゃった。てか普通にマップあるから迷うことはないと思うんだけどな。あとアイテムだけ取っとくか。てか普通に H の方も行けるしな。なるほどね。大丈夫？いけないわけだ。マテリアに気取られてたろ。うるさい。すぐそこなのに。さっきの通路もダメか。なるほどな、そういうことか。ここは繋がってんの。行けるとこなかったしって言ってたの、そういうことか。探すしかないね。あのマテリアの入手経路もな。こっちか。いるな。余裕だ。私も。やった。何何何、泡地獄って何。ちょめっちゃ食らってるから。これな、何状態だ。ラビットチェーン。よいしょ。ラビットチェーン。オッケー。慣れたレベルアップ。片付いた。涼しい顔しやるって。これダメか。これ帰りとか、あれ起動そうだな。あ、でも帰りって来ないのか。バカでかい扇風機だから一応向こうなんだけど、どっかから下行ける？下に行きたいな。あ、行ける行ける。でもあれどうやって入手するんだろう。中層まだ行けないのかな。
とりあえず、見て、あのパイプの上登れるかも。でもあれ風すごいついてる、ついてる、吹いてるけど、あれ大丈夫か。やばいんじゃないの。怖くね、怖くね。落ちたら死ぬぞ。怖くねえ、怖くねえ、怖くねえ、怖くねえ。高いとこダメか。怖くね、怖え。かわいい。なんかすげえファンの音が。おじけづいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばさらねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。本当に大丈夫か。でも実際いい風吹いてるな。全然良くない。よそ見ダメだから。おう、うわ高いの。そんな上なんだここ。換気、外なのに換気してんの。外じゃないのかこれ。一応ここなくてよかったな。なくてよかったっていうか、こいつが起動しなくてよかったな。なんだろう、あれは。あ、バカ野郎、召喚のやつ。よそ見しちまったじゃねえか。バテリアはいいけど、あれは欲しいな。イフリード以外にも使ってみたい。てか、いつでも召喚できればいいのにな。なんとか渡りきったね。1000しかあれだもんな。寿命縮んだぜ。あ、ほんのちょっとだけな。2秒だ、2秒。2秒でもでかいよ。もう目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト、うん、確かそう言ってた。どれが？これ？あ、そっち？間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよう。 H1 の番号が目印。あ、車止めた場所みたいな感じだね。こっから一番近いライトっつーと、あれだな。あれか。まあその前に召喚のやつが気になるからこっちに行くんだけど。暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべである太陽なのです。これは何だそれ。電力供給が不足しています。ね、まずはライトを消さないとだね。ですよね。ちょっとビクッてしたね。これか。これでも電気消したらあれ動くよね。下に置いてあるやつ。ちょいよいしょ。なっていいな。よし、ラプチン。どけ。よし、ラプチン。これでラビットチェイン。刻む。で、どうしようかな。ブレイバー消え失せろ。オッケー。まだいたのか。俺バレット急に移動しなかった。あったよ、スイッチ。うん、サクッと消しちまうか。他にアイテムがないかだけ確認させて。あった、フェニックスも。いいねいいね。もう死ぬこと前提で戦ってるけど。よし、はいよ。電力回復、パワーオン。余計なのも動きそうだね。まずは一つ目。残りはあの二つだな。撃退システム再起動開始。撃退
済システム？電力が復旧したか。けっ、それがどうした。全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。